私にはバリアフリールームは用意されてないっていうことになって、これからホテル紹介をしたいと思うのですが、まさかまさかの事件が起きまして、バリアフリールームをお願いしてたんですよ。まず普通のお部屋を取ってメッセージでバリアフリールームお願いしますっていう風にBooking.com の方で予約を取ってお願いして、であっちからも、あ、わかりました、大丈夫ですよっていう風にお返事が来て、でいざチェックインしたら、なんかすごい長文打ってるなと思ったらですね、なんか3日前くらいに他に7泊する車椅子ユーザーさんが多分いらっしゃってて、かその対応のお部屋を必要とする方がいらっしゃって、そちらの人に譲ったと、そっちの人がその部屋使うから、私にはバリアフリールームは用意されてないっていうことになって、それメッセージ来てないんですよ。そのお部屋が結局ダメでしたよっていうメッセージが来てなくて、着いてからそれ言われて、でお部屋に段差ありますけどいいですかって言われてみたいな、まあ、とりあえず一回見ますって言って、じゃあ入ってきたのが、まずこちらね、玄関入ってすぐこの段差があって、あ、このくらいの段差だったらいいよって、別にもう全然余裕って思ったら、はい、お風呂よ、お風呂、こっちがさ結構段差高いのと、まあ、ここだけ頑張ればいいとしても、こっちがね同じくらいへっこんでるんですよ。こう上がって下がってっていう作りになってるから、やってみたけど乗り越えられなくて、なんかカパッてうまくはまっちゃって、前輪が前につかなくて、でまあこんな感じで、シャワーこういう感じで、あ、やべ、バスタオルね、でトイレこんな感じで、まあ、バリアフリールームじゃないんですよね。結局寝床はこんな感じで、まあ、寝床は別に大丈夫、全然余裕で、どうしようってなるわけですよ。もうこれから違うホテルなんか取れないし、どうしようってなって、すごいスタッフさんがよくしてくださって、何かあればもう毎回毎回呼んでいいよっていうので、フロントの男性スタッフだけど、男性スタッフさんの LINE を交換して、シャワーチェアだけはまず濡れてもいいやつ、準備してもらう、オフィスチェアみたいな感じでもいいから、なんか濡れてもいいやつ準備してほしいっていうので今お願いしています。なんかシャワーチェアもはじめホテルにはないけど僕が準備できますみたいなことをずっと翻訳でやり取りしてるの。英語もあまりあっち喋れない感じだったから、だからいや今回の旅はやばいやばいやばい、まあでも、まあ、2泊だからね、なんとかなるでしょうとは思いながら、初めから結構バタバタしてますけど、ちょっと街に今度繰り出したいと思います。はい、ということで今、ご飯食べてなんやかんやして夜今8時くらい戻ってきたんですけど、シャワーチェア問題っていうかお風呂問題、お風呂に入るときに仮に異常を段差を超えるのを手伝ってもらった後に、でもまあ地べたでは入れるけど、まあ、その後なんやかんや着替えたりして、裸じゃない状態でまたヘルプを呼ばなきゃいけないわけじゃないですか。まあそういうのいろいろ考えた時に、シャワーチェアがあればもうちょっとなんかいろいろ自分で工夫できるかなと思って、シャワーチェアありますかっていうふうに聞いたんですよ。そしたらホテルにはないんだけど近くの100均にあるみたいだから買ってきますみたいなことを言ってくださってたんですけど、100均にあるシャワーチェアって、まあ、やっぱりお風呂椅子低いやつだろうなって思って、いやなんかオフィスチェアみたいな、とりあえず濡れてもいいような、なんかもうちょっとハイの高いやつの椅子がいいですっていうので、いろいろ探してみますってホテルを探してもらった結果、こちらが準備していただいた椅子でございます。じゃじゃーん。はい、ということで、なんか外にあった外用の椅子だそうです。でもこれならここの段差のところにはセッティングしてもらって、一旦ここに移って車椅子もう一回引っ張って
り上げて、でまたこれに乗ってシャワーして戻ってっていう、なんかうまくすれば一人でも行けそうな気がするので、チャレンジしてみたいと思います。まあ、韓国のホテルで今回こういうハプニングが起きましたが、やっぱりそういうのに不安だなっていう人は日系のホテルもたくさん韓国にはソウルにはあるので、まあ、そちらを選んでいただければなというふうに思います。で、まあ、今回は急遽というか約1週間くらい前に行くということを決めて、まあ、3月っていうこともあったので、まあ、空き状況っていうのも高いホテルばっかりしか空いてなかったですし、まあ、ベース基本的に高くなってた、値段がね高くなってたっていうのもありました。であとは私がこう活動したい、観光したいところに、まあ、立地がいい駅どこかなっていうので、このチョンサンノガっていう駅が良かったので、まあ、その周辺でホテルを探したっていうのも一つありますし、まあ、一人の旅行っていうのもあったから、まあ、駅からなるべく近いところがいいなっていうのもあったんです。まあ、とまあハプニングはありながら、それでも本当に、まあ、スタッフさんがよくしてくれたので、2泊3日、楽しく過ごすことができました。でまあ、予約の取り方なんですけど、今回はブッキング .com で撮った中で、ブッキング .com にそのバリアフリー設備の UM のチェック項目があるんですよ。手すり付きのトイレとか、まあ、車椅子対応できるかどうかみたいな、だそういうののチェック項目を入れて上がってきたホテルをそのピックアップして調べました、まあ、ただやっぱり今日本と同様、あんまりそのバリアフリールームのお部屋の写真っていうのが載っているところって少ないんですね。だそこで普通にブッキング .com で調べて出てきたホテル値段とかいろいろ見て、その後そのホテルの公式のホームページとか、まあ、他の人たちが Google でとかいろんなサイトで写真載せてるのを見ながら調べてもなかなか出てこないですし、まあ、日本みたいに直接バリアフリールームを予約するっていうことではなくて、大体多くがやっぱそのメッセージで対応の部屋に変えてほしいっていうことの方が多いのかなと思うので、本当に不安な人はなんか何度もこう確認メッセージを送ることがいいのかなというふうに思いました。まあ、なんやかんやね、一人じゃなければまたまあ状態にもよりけりですけど、まあ、誰かと一緒に行けばある程度できることは増えると思いますが、まあ、日本の場合だと本当に部屋がダメだったとしても結構ロビーのところに多目的トイレってあるので、私はお部屋のお風呂が入れなかった場合はロビーの多目的トイレに行って顔洗ったり歯磨いたりトイレしたりっていうのを、まあ、日本の場合ではやってますが、まあ、海外ではそれが難しいっていうことも今回やっぱり勉強になりました。またまあこんな感じで、ホテルから駅までちょっと道がやばそうだなっていう雰囲気は若干あるんですけど、本当はそんなことなくて、まあ、夜になれば結構お店も開いてますし、朝から開いてる、地元ならではのお店みたいなのがたくさんあるようなところで、まあ、やばいけど韓国を楽しめる雰囲気があるのですごい私は良かったなと思いました。まあ、今回このホテルのバリアフリールームを紹介できなかったのがちょっと残念なので、このホテルすごいおすすめですっては言いにくいんですが、まあでもあれくらいの対応でも僕私泊まれるわっていう方はぜひここのホテル予約してみてください。はい、